スコティッシュディアハウンドとは、イギリスのスコットランド原産の大型のサイトハウンド犬種である。単にディアハウンドとも呼ばれていて、その名の通り家などの大型哺乳類の狩猟に使われていた。なお、アイルランド原産のアイリッシュウルフハウンドは、これの兄弟種である。老いたちは、はっきりわかっていないが、もともとは、アイルランドとスコットランドにいたオオカミ用の犬種であった。 この両国原産の剣種は正式な英名がなく、区という非常に砕けた剣種名を持っている。区は狼を倒すこともできるように大きく力強くなるように改良されて狼狩りに大きく貢献したが、スコットランドでは狼が狩りすぎのために絶滅してしまい、スコットランド側の区も絶滅の危機に陥った。しかし、愛好家の手によって絶滅を免れ、 アイルランド側の区とは別の剣種として改良されて、鹿狩り用の犬種へ食を変えた。これが本種、スコティッシュディアハウンドである。ちなみに、アイルランド側の区も後に、アイルランドの狼の絶滅に伴って一時絶滅の危機に瀕したが、こちらも熱心な愛好家の手によって生き残った最後の区を数頭発見し、グレートデーンやチベタンマスティフなどの血を導入して再生された。 こちらは、現在のアイリッシュウルフハウンドである。スコティッシュディアハウンドはかつては王族などの、白尺以上の位を持った人にしか飼育を許されない、とても高貴な犬種だった。しかし、第一次世界大戦によって二度目の犬種存続の危機が訪れ、また、数が激減してしまった。その後の第二次世界大戦後には、主人と共に他国へ疎開したスコティッシュディアハウンドが帰郷して、 再生活動が行われるようになり、以後少しずつ数を回復してきているが、世界的にも数が少なく貴重な犬種である。近年は、ほとんどがペットか、消毒として使われているが、兄弟種であり公認された犬種の中では最も、対抗が高い犬種でもある、アイリッシュウルフハウンドの人気の影に隠れ、あまり爆発的な人気は起こっていない。日本でも数年に一度国内登録があるが常に、 ワーストクラスであり、ほぼすべてが、小ドッグとして飼育されている。アイリッシュウルフハウンドに比べると体高が低く、スリムで痩せ型である。ラフコートは硬く、毛色はグレーとホワイトの混色やフォーン、グレーなど、折れ耳、サーベル型のタレを、サイトハウンドのためマズルや足などが長く、走るのも早い。 加えて力も強く、狼を倒すことはできないが、鹿は安やす,やすと倒すことができる。しかし普段の性格は温厚で優しく、攻撃的な面はない。子供や他の犬と遊ぶことも大好きで、サイトハウンドであるが、長王が他のため腰に負担がかかるので、他のサイトハウンドのように極端に多い運動量を必要としない。対抗は、オス76センチメートル前後。 メス71センチメートル前後で、体重はオス38から47キログラム、メス29.5から36キログラム。非常に大きく、体重も幾分かあるため、床ずれを防止するために寝床にクッションなどを引いておくことが不可欠である。ありがとうございます。